はい、こんばんは、シャリです。あ、もうね、タイトルとサムネ見てわかると思うんだけど、私、大学生、シャリがウーバーイーツ始めます。パチ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 。まあ、なんで始めようかと思ったのかっていうとね、やっぱちょっとお金がね、ちょっともうちょっと欲しいなと思ってちょっと始めようと思いました。まあ、きっかけはそんぐらいかな。まだ実際行ってはないんだけど、登録とかも意外と終わってるんで、もうすぐオンラインにしてできる感じになっております。で、そうね、 Uber Eats もね、担当してくれる方がとてもなんか丁寧な対応でね、対応してくれてなんか嬉しかったね。 Uber Eats なんかいっぱいやってる人いるから、何それ、なんか個別に対応はしてくれないのかなと思ったんだけど、なんかいちいちメールでさ、いろいろ対応してくれてね、非常にやりやすかったです。で、あともう一個買ったものがあるんだけどね、もう俺つけちゃうんだけど、このスマホのこのケース、これ自転車に取り付けるやつなんだけど、これが1000円ちょっとぐらいだったのかな、1200円ぐらいか、多分使いやすいんじゃないかと思う。でもこれの問題点はね、あれなんだよね、雨の日にスマホが濡れちゃうっていうところが一番ダメなところ。あとこれね、そう、取り外しもできるんで、これあれどうやって取るんだ、まあこれ本当は取り外しもできます。ここカチャってね、結構力いるんだけどね、取り立てしもできます。で、はい、そう、ウーバーイーツやるにはさ、あと自転車が必要なきゃん。で、その自転車は僕ね、今ママチャリしかないんだよね。だからちょっとウーバーイーツやってる人にね、ちょっと聞きたいんだけど、ママチャリでウーバーイーツはちょっとどうですかっていうのを聞きたいね。やっぱさすがにママチャリでウーバーさすがにきついかな、どうなんだろう。ロードバイクはないんだよね。ちょっと前はあったんだけど、壊れちゃって、今ママチャリになっちゃってるから、ママチャリでもウーバーイツするのは、さすがにちょっと体力的にどうなのかなっていうのをちょっと聞きたい。よければコメントお願いします。そうだ、あと、ウーバーイツやるにあたって、なんかこうしておいた方がいいよとか、なんかアドバイスみたいなのもね、あったら、ほんと、それを参考にして実際にやっていきたいと思うので、アドバイスお願いします。本当にお願いします。些細なことでもいいんでお願いします。